区は、かつて、アメリカ合衆国で発行されていた、各週間の総合雑誌である。アイオワ州デモインに拠点を置く、コールズメディア社が1937年から1971年まで発行していた。1114インチの大型雑誌で、記事よりも写真に重点を置いており、その数ヶ月前に創刊された、ライフの競合誌であった。デモインレジスターや、 デモイントリビューンの編集長だったガードナーマイク、コールズジュニアが兄のジョンと共に創刊し、マイクが初代編集長となった。1937年初頭発売された創刊号は70万5000部を売り上げた。1937年1月号から開始する予定だったが、実際に発売されたルックの創刊号は1937年2月号で第1巻。 第2号と番号が振られていた。1937年2月号から5月号までは月1回の発行だったが、1937年5月11日号からは各週間に変更された。初期の号のページ番号は表紙を1ページとしてカウントしていた。初期の号はマンスリーピクチャーマガジンと副題が付けられており、広告は掲載されていなかった。初期の号は 写真のレイアウトと長いキャプション、または非常に短い記事が特色だった。この雑誌の講演者は、それを特別なニュースと特集写真を求める、まだ満たされていない大きな需要に基づく実験と表現した。ルックは先行するライフよりも幅広い読者層を対象としており、ルックは自分のために、妻のために、施設秘書のために、オフィスの雑用係のために、 読者の興味を引くだろうと業界史において有望視された。ルックビル総監から数週間で毎号100万部以上が売れ各週刊誌となった。1948年までには1号あたり290万部を販売した。発行部数は1954年に370万部に達し、1969年には775万部でピークを迎えた。 広告収入は1966年に最高額の8000万ドルに達した。主要な一般紙の中で、ルックは、ライフに次ぐ発行部数を誇り、サタデーイブニングポストや、コリアーズを抜いていた。ルックの出版社は、1937年から1945年までは、ルック社、1946年から1965年までは、コールズマガジンズ社、 1965年から1971年までは、コールズコミュニケーションズ社と社名を変えた。ニューヨークにあった編集事務所は、マディソンアベニュー488番地にあり、その特徴的なビルは、ルックビルと呼ばれ、現在は国家歴史登録財として登録されている。亡命した元 k g b 情報提供者の有利、ベズメノフは、 ロシアトゥデイ1967年10月号について最初のページから最後のページまでそれは嘘の塊であるアメリカの読者にアメリカのジャーナリストの意見や推論として提示されたプロパガンダの決まり文句であるこれ以上真実からかけ離れたものはないと述べている彼はルックの記者たちがどのようにして名声を傷つけられたのかを正確に説明している ルックは1971年10月19日号で休館した。テレビに広告収入を大幅に削られ1970年には500万ドルの収入源となったことや、経済の低迷、郵便料金の上昇が休館の理由だった。休館時の発行部数は650万部だった。なお、その翌年の1972年12月に、ライフも休館となっている。 フランスの出版社アシェットは1979年2月に各週刊誌として少し小さめのサイズでルックを復刊させたが1年で再び休刊となった。定期購読者には残りの契約分について同社のエスクアイアが送られた。ルックの約500万点の写真コレクションはアメリカ議会図書館に寄贈された。ルックの発送部門では 定期購読者に雑誌を発送するためのコンピュータシステムを構築していたが、雑誌の休館後、従業員6人がそのシステムを使ってフルフィルメントハウスを立ち上げた。その会社は現在 CDS グローバルとしてカスタマーリレーションシップサービスの国際的なプロバイダーとなっている。ありがとうございます。